今回の金沢でスポーツは金沢市総合体育館を紹介します。泉の出町にある金沢市総合体育館はプロスポーツなどの大きな大会の開催をはじめ、子どもから大人までどなたでも利用可能な金沢市営の体育館です。金沢市総合体育館はサークル活動から市民スポーツ大会、あとはバスケットなどのプロ大会ができる施設となっています。また個人としても利用することができます。第一競技場なんですが、3分割することができて、各コートバスケットボール、バレーボールの競技がすることができます。大きな大会になりますと中学校の大会とかで全面を抑えて、バスケット競技とか卓球、バドミントンの大会とかが行われています。観覧席は移動式の240席を合わせ2312席設けられていて、10月6日に行われた大相撲の地方巡業金沢場所の会場にもなりました。で、第二競技場の方は半分に割りまして、片方は団体仕様として使えて、もう片方は個人仕様でバドミントンとかバスケットをすることができます。体操競技などの大会が開催されるときは全面利用も可能となっています。で、第3競技場の方は球技はちょっとできないんですが、体操とかトランポリンをすることができます。現在はボッチャというパラスポーツの方もやっております。市営の体育館の中で卓球室として独立しているのは総合体育館だけです。で、卓球室の中には卓球台が5台ありまして、個人利用として使うことができます。で、また隣にトレーニング室もありまして、個人利用として3時間使うことができます。トレーニング室にはさまざまな器具のラインナップがあります。本格的に筋力をつけたい方やダイエットなど、気軽に汗を流したい方もぜひご利用ください。多目的室には全面移動式の鏡が設置してあり、ダンスやフィットネス、体操、バレエ教室などにご利用いただけます。金沢市総合体育館に関するお問い合わせはこちらまで。